はい。で、昨日、すでに、安田先生の方からですね、共有メモリと、分散メモリと、あと、GPU かな。3つぐらい、この講義、スクールの、この1週間で、学びますという話をしています。で、まず最初に、今日私が担当する、共有メモリー型計算機っていうのは、どういうものかと。簡単に言ってしまえば、メモリーを、たくさんの、コア、もしくは、プロセスの単位で、同じ、メモリー空間を、共有しているもの、そういうことができるコンピューターのアーキテクチャのことを言います。で、これを擬似的に行うというシステムも、可能なんですけども、それを、昨日、安田先生は DSM と呼ばれているシステムで、やるという、そういう書き方をされていましたけども、それも、広い意味ではメモリーを、共有しているという意味では共有メモリーですので、私の講義ではそれも含めて全部共有メモリー型という言い方をします。で、コンピューターというか、プロセッサーを構成する、いろんな回路があると思うんですけども、それを、実際、コンピューターの上で、動かして、使っていくと、基本的な単位というのが、Windows も Linux も多分、プロセスという単位で管理されていると思います。で、そこには、メモリーがあったり、ファイルをアクセスするような IO の機構っていうのがその中に入っていて、で、一番重要なのがここではメインメモリーですね。メインメモリーを、どういうふうに、見ることができるか。で、基本的にはメインメモリーにアクセスするためには、プログラムを書くと、アドレスっていうのが出てくると思います。ポインターにアドレスが格納されています。そのアドレスで見ることができるメモリーですね。それが、どういうふうになっているのかというところで、分類ができると思います。で、一つの、大きなメインメモリの空間が一つここには書いていると思いますけども、これをですね、いろいろな、プロセスが、動いたり、プロセスの中に、スレッドと呼ばれている、もっと細かな単位で、動く、また後で話をしますけども、そういったものが、あったとして、それらが、同じ、メモリー空間に、アクセスするということが、可能であるというのが、共有メモリー的な使い方で、それを可能とする機構が、そういう機構を持っているものを、共有メモリー型計算機という言い方をします。で、全くできない計算機も、あります。で、擬似的にそれをやるっていうことで、実現していることが多いんですけども、例えばプロセッサーが1個しかない、じゃあプロセッサーというかプロセッサーの中にもコアが1個しかないというような場合には、その上で動く、プロセスとかスレッドは実はある時刻には1つしかありませんので、同じ時刻に、メモリをアクセスに行くという権利は1つどこか一つしかない。で、コアがいくつかあると同じ時刻にアクセスするということが、可能になりますので、そこで、共有されているかされていないかというような機構が、提供されているという言い方が、分類ができます。そういう意味で、そのたくさんコアが、コンピューターの上に乗っているかどうかということが、一つ重要という、そういう分類、それが一つの分類です。で、その上で、さらに、ちょっと待ってね、もう一つ言い方を変えなきゃいけない。で、この一つの単位ですね、ここにはまだネットワークという、コンピューターの外とのやりとりというのは考えてないんですけども、これで一つの、処理単位が一つ定義されているというのが、コンピューターのこのマザーボードみたいなやつですね。一つ、
皆さんが研究室では箱みたいなものになっていますが、その箱を一つ一つの単位を、ノードだという言い方をしますと、まあ、そこからネットワークの線がこううつうつ出てると思いますけども、それを、つないでいくと、一度に処理することができるコンピューターとかコアの単位がどん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 増えていきますので、まあ、それをもって一つのコンピューターだという言い方もできます。ただその場合は、まあ、そのネットワークでつながったコンピューター同士のデータをやり取りしないと、まあ、単にバラバラで動いているだけになってしまいますけども、まあ、そのちゃんと、お互いを、制御しながら、きちっと、動作をさせるというのが、分散メモリー型のコンピューターという考え方です。で、富岳とかですね、まあ、県立大の六甲も、まだ1ノードしか使った実験をしてませんけども、おそらく明日以降ですね、いくつも、ある、まあ、1つのノードだけでも20コア ×2 ですから40コア使えるんですけども、それをさらに超えて、使えると、まあ、コアの数もですし使えるメモリーの量も増えるということで大きな計算ができるというメリットが、まあ、分散メモリーのコンピュータには、あるというところであります。で、まあ、なんていうかな、キーワードを使って、分類の仕方だけ説明してもあまりよくわからないので、このちょっと漫画の、まあ、去年担当されていた、私の、私のチームの研究員の方がこういう絵を使ってイメージで自分で理解しているということで、まあ、ちょっと面白そうでしたのでこれを使ってみて理解してみたいと思うんですけども、まずここに今基本的な、処理をするというものがあります。まあ、これは机の上にある書類もしくは何だろうな、そうですね、まあ、山積みになった書類に皆さんこうなんかサインしたり、内容が正しいかどうかっていうのをチェックするというそういう仕事をしなくてはならないと。で、非並列処理っていうのはそれを担当するのは一人しかいないっていうそういう状況を考えてください。で、これを、共有メモリー型の並列処理をするというのは、そこの、処理のする、この書類をですね、複数の人で、見ることができると。で、まあ、書類は机の上にこう置いて、その上にある分には、机の上には置いていいけど、他のところには動かしちゃいけませんよっていう、そういう約束をして、で、そこで、まあ、4人の人をここで、ね、配置して、その4人の人は、処理することができますよと。これは、スレッド型の処理と、まあ、スレッド並列で、共有、しながら情報をアクセスして、処理しましょうということですね。これが、まあ、共有メモリー型の処理のイメージになります。で、じゃあ下の方はどうなるかというと、まあ、机が2つもしくは、まあ、別の部屋に机があって、で、書類を物理的にもう分けてしまいますと。で、お互い、まあ、隣のテーブルもしくは隣の部屋の書類の、このページの情報を知りたいんだけどっていう時には電話をかけたり、まあ、メールを出したりして、その書類の中身をちょっと教えてくださいというやり取りをしなきゃいけない。重要な情報は机の上に載っていて、で、まあ、一人ずつ処理、まあ、こう複数に処理つけてもいいんですけども、こういうふうにですね、物理的に分かれていて、その机の上にないものが必要になった時にはお互いやり取りをしなきゃいけないというような、そういうパターンもある、ちょっと想定できると思います。実際にはコンピューターも、中でもこういうことをやらなきゃいけないです。で、これを、まあ、上では完全に共有してたのでそういうことはいらないんですけども、下の場合には、そういうことをしなきゃいけない。で、これ分散メモリー型と。まあ、メモリーが本当に物理的に分かれているという、そういう、状況ですので、まあ、そういう、まあ、ちょっと無駄とは言えないんですけども、少し面倒な、処理も、これは追加されます。で、今、下の絵で、人が机に一人ずつしか
割り当てられてないんですけど、ここに、複数の人を割り当てるということも、可能で、分散メモリーなんだけど、スレッドでの処理をするというような、まあ、さらに上級の並列処理というやり方も、まあ、これで可能になります。まあ、こんな感じで、技術をどんどん積み上げていくと、いろんな高度な並列処理というのは考えられますけど、まあ、この講義、では一番上だけやりますし、まあ、このスクールの後半では、下のものの、もしかしたら、スレッド並列も組み合わせたものもやられるかもしれないんですけど、基本的には、まあ、こういう、イメージで捉えられる処理というのを、やっていきます。はい。ちょっと、かなり長く、イメージの説明だけずっとやってきてしまいましたけども、ここから本題で、では、先ほど、この書類をですね、たくさんある書類を、ここでは人の絵を描きましたけども、コンピューターの上では、コアですね、プロセッサーの上に乗っている、計算できる、まあ、CPU の単位、CPU の中の単位、これをたくさん、同時に使った場合にはどうなるのか。実は、昨日、安田先生の実験でやったプログラムの動作というのは、この非並列処理、たくさんあるデータを一つのコアで処理をするっていうことしかやらなかったですね。それは意識してプログラムをそういうふうに書いてないので、一つしか処理に当たらない。だけど、ここから先、ここにあるような4つの、まあ4つでも2つでもいいですけど、複数のコアを割り当てて、意識的に多数のコアを使った処理をするということを可能にしていきたいと思います。で、それを可能にする、まあ、言語といいますか、プログラミング言語。ここでは、まあ、いくつかあります。で、いわゆる標準と呼ばれているものの中で、もう、歴史的に非常に古いもので、ほぼどこのスパコンや、皆さんがパソコンの上で使うビジュアル、インテルの、いや、インテルですね、マイクロソフトの環境とかでもね、サポートされている OpenMP というものを、ここでは使いたいと思います。で、OpenMP の Open は、なんか公開されたという、そういうものの Open で、MP はマルチプロセッシング。マルチプロセッシングっていうと、多重処理とかっていう言い方をするんですけど、まあ、ここで言いたいのは、スレッドを使った共有メモリー型の、並列処理を、意味しています。非常にマルチプロセッシングというと、いろんなものを意味してしまうんですけども、それを意図した、MP、マルチプロセッシングというものの略語です。で、まあ、ちょっと細かく書いていますけども、明示的に並列のための指示を与えるということを可能にしたプログラミング言語です。だから、プログラムを書く皆さんが、ここはこう、並列、何スレッドで処理してくださいというような書き方をすることで、そういう処理ができるようになります。で、コンパイラーが、いろいろ自動並列化するという機能も実は世の中にはありますが、そういうものとはまた違って、本当にまあユーザーが、皆さんがプログラムの中に書かなければダメです。で、規格化されたもので、先ほど言ったように、マイクロソフトの環境にも入っている。インテルのコンパラにも普通に入っている。で、ちなみに歴史的には90何年からありますので、もう20年近く。まだ20年ないですけど、15年以上の歴史があります。そして、指示業という形で、まあ、プログマと呼ばれたり、まあ、コメント業ですね。一種のコメント業を、通常の C とかフォートランのコードに、書き込むことで、成り立っているんですが、まあ、一応文法もちゃんと存在しているので、全くの、なんとか、ランダムな、書き方をするわけではないので、きちっとその書き方を学ばなければダメです。で、構造を、元のプログラムの構造を、変えることなく、ここは、単純に並列化したい。だけど、
別のところはしたくないというような書き方もできますし、一回ここを並列化したんだけど、もっと細かく制御したいというようなことを手順を追って段階的に行うことができるという特徴もあってですね、比較的手軽に導入ができるということで、広く使われているという特徴があります。で最後はオープンから始まるので、しかも最後に i がつくかつかないかというのがあって非常にややこしいんですけど、オープン MPI と呼ばれているものも、あります。ここは最後の MPI というのが、あるように、これは、分散並列型用に開発されたものになります。 MPI と呼ばれている、メッセージを隣のプロセスに、送りつけるというそのためのライブラリですので、ちょっと i がつくかつかないかで混同しがちですけども、全く違うものです。であと最近ではオープン MP によく似た別の、スレッド並列用共有メモリー型用の、言語というのも出てきています。でよく似ているので、対象とかターゲット、もともとのターゲットが違うというところから始まっているので、オープン MP の方が非常に使い勝手がいいとかですね、まず習うならばここからなんですけども、例えば、最後このスクールの終わりの方で、GPU の話があると。で安田先生が、また別のコンパイラー使いますよという話をされていました。そこで使う言語もこの OpenMP とはまたちょっと違うんです。別のものなんですけども OpenACC と呼ばれている、ものになっていて、これもスレッド並列を、処理することが記述することができる。でただ、期限が GPU であったり、その CPU とはまた別のものをアクセスするための言語として開発されているので、ちょっと始まりが違うんですけども、そういったものもあります。で、数年前にですね、 OpenMP と OpenAC は、ほぼ名前は違うんだけど、機能がほとんど変わらないというところまで近づいてきています。ということで、どれを習うのかというのを選択肢あるんですけど、まずは共有メモリの重要な言語として OpenMP を皆さん学んでいきたいと思います。で、OpenMP にも、実は先ほど15年以上の歴史があるという話をして、5年に一度ぐらい非常に大きな変化があります。で、この講義では、皆さんが普段使っている、環境、グルーの GCC であったり、少し古いインテルのコンパイラーになると、少し、古めの OpenMP の、規格しか使えないものがありますので、OpenMP 今実は規格5ぐらいまで進んでいるんですが、3とかですね、3、4、5あたりですごく大きな変化をしていますので、3ぐらいの規格ですね。 GCC で言えばバージョン9とか10ぐらいのもの、10はちょっとですかね、9ぐらいですかね、OpenMP の少し古いバージョンのものにちょっと限定した話をしたいと思います。で、その次、実は2世代ぐらい変化がある。それを説明すると上級になってしまいますので、ちょっとこの講義では扱いきれないぐらいの時間を必要としますので、それはもし学びたいという方はさらにアドバンスなコースを探していただいて学んでいただくという機会を探していただければと思います。はい。で、じゃあ OpenAP 使ってたくさんのコアをうまく活用した並列処理したいんだというところですけど、どういうモデルがそこに使われているのかというイメージ、実は基本的にはこれだけです。フォークジョインと呼ばれているモデル、OpenMP をもし使わなければ、実は、
スレッドゼロと呼ばれている単位だけで、コンピューターの中では処理が進んでいくんですけども、あるタイミングで、スレッドが、ここではまあ4つ生成されて、で、それぞれ4つのスレッドが、まあ、物理的に4つコアがあれば、スレッド0が0番目のコア、スレッド1がコア1番、2番、3番という感じで割り当たっていって、まあ、物理的なコアとスレッドの処理が、マッチすれば、まあ、物理的に4倍の性能を出すことが、まあ、できますという、そういう仕組みになっています。ですから、例えば、6個の、CPU は、1つの CPU の上に20乗って、それが2ソケットあるはずですので、まあ、40できたとしまって、まあ、40スレッドボーンとこう作り出して、1つずつのコアに、割り当てていくと、すべてのコアを使い切って、まあ、最大限の効率を発揮することが期待できるはずです。まあ、もちろん、必ず 100% 使い切れるというわけではないので、それはまた、どうすればいいのかというようなところとか、なぜそうなるのかという話はお用意していきたいと思います。で、まあ、原理的には、ここで、あるタイミングで、フォークということをして、スレッドをたくさん作って、たくさんのコアに一つ一つのスレッドが割り当たるように、処理が、進んでいきます。で、まあ、それを処理する、処理するっていうか、そういうことを担当する、計算だけではなく、そういう、計算の単位であるスレッドというものをコアに割り当てるということを、担当する機能もあるんですけども、それは言語とかオペレーティングシステムの上にあるランタイムと呼ばれている単位が、まあ、それを担っています。まあ、そういったもの と、協力しながら、並列処理というのが、成り立ちます。で、今、まあ、この4スレッドというのが、まあ、ここにできていますけども、最後は、1つにまとめて終わらせるという処理をします。で、その、終わらせるっていうところは、まあ、まとめるっていうことになるので、まあ、ジョインというふうにします。ですから、フォークしてたくさん作って、ジョインで一つにまとめて、処理を終えるという、形になっているので、まあ、これをフォークジョインモデルという言い方をします。で、OpenMP は、このフォークジョインを、もう本当に簡単に、まあ、こういう形で、まあ昨日からずっと C でやってますので、C の方だけ説明していきます。その、ここに、ある、フォークしたいタイミングで、こういう感じで、プラグマ、このシャーププラグマっていうのは、まあ、コメントなんですけども、コンパイラーに対して特別な、指示を渡すコメントの開始の、まあ、ものです。で、まあ、シャーププラグマっていうのは、まあ、必ず書いておかなきゃいけないんですけど、それに続く2つの、キーワード、OMP、パラレル。で、この OMP っていうのが OpenMP の、機能をコンパイラーに、教えて、で、次のパラレルっていう書いたところで、ここからフォークジョインの処理をしてくださいという、そういう指示になります。で、この OMP パラレルの、文は、それに続く、C で言えばブロックですね。中括弧、ブラケットですね。ここにある、中括弧に、指定された、区間を、スレッドたくさん作って、処理をするという、そういう指示をし。で、まあ、ここに中括弧で書かれている区間のことを、並列リージョン。区間とかですね、領域という言い方をして、で、いくつかスレッドが立ち上がるんですけど、ここではまあ今4つの例をしていますが、この4つのスレッドのことを、スレッドチームという言い方をします。で、特に0番のスレッドのことをマスターと呼んだり、マスタースレッドと呼んだり、プライマリースレッドという言い方をします。で、昔と言いますか、まあ、バージョン3とか4ぐらいの、OpenMP では、まあ、マスターという言い方をするんですが、最新のやつだとプライマリーという言い方をして、まあ、どちらも同じものを意味してるんですけど、ちょっと言い方が変わったバージョンがあったりするので、もしドキュメントを読んでどっちも載ってないっていう場合には、
まあ、プライマリーと呼んだりするっていうこともあるということを覚えておいてください。ということですね。まあ、このようにですね、ONP パラレルというふうにこう書いて中括弧で食うと、その間、スレッドが立ち上がります。で、ただ、これ、OpenMP っていうのは、コメントだけではなくて、いくつか関数とかですね、環境変数を、プログラムの中で呼び出したりする必要があるので、OpenMP の、まあ、言語としての特徴をきちっと使うためには、C 言語で言えば、まあ、この onp.h っていうヘッダーファイルを、リンクするという、リンクというか読み込むということを、忘れないようにしていただきたいということで、これはちょっと、覚えておいてください。これなくてもコンパイルできてしまう場合もあるんですけども、基本的に、重要な機能を使う場合はこれを忘れないようにしてください。で、これが、読み込まれるとですね、非常に重要な関数である onpgetNumThread とかですね、onpgetThreadNum という、この2つの関数非常に重要なんですけど、これが使えるようになります。まあ、ちょっとこれはまた後で説明します。あ、次のスライド出てきましたね。はい。で、パラレルリージョンの中で、そのチームが、スレッドチームが立ち上がるわけですね。スレッドっていう処理の塊と、いくつスレッドを処理するかという、そのチームというのがこう作られるんですけども、そのチームの、数が、いくつ立ち上がるのか、立ち上がっているのか、立ち上げることができるのか、という、まあ、3つの、あ、それで、それはスレッドの最大の数に関する情報と、で、今動いている、いくつかこう動き出すんですけど、そのスレッドの処理の中から見たときに、そのスレッドが何番目に割り当たっている番号が振られてるか、ちょっとわかりにくいですけども、これが先ほどのやつ、これですね。スレッドが いくつか立ち上がるんですけども、それぞれのスレッドは自分が何番目のスレッドなのかという情報が実はわからないまま動き始めます。ですからそれを獲得しないと、まあ、何番目のスレッドかというのがわからないまま動いてしまいます。で、それを調べる関数というのがちゃんと用意されていて、横に今4つ立ち上がってますけども、その4つ立ち上がっている情報を、獲得するのが、真ん中のやつですね、onpgetNumThreads っていうやつで、まあ、Number of Threads ですね。これ、実行すると、多分4っていう数字が返ってきます。今、4つのスレッドが、立ち上がってるんだよと。で、それぞれの、スレッドが、onpgetThreadNum っていうのを立ち上げ、関数を呼び出すと、自分の番号が何番になっているのかっていうのが分かります。これを使うと、まあ、それぞれ違う番号が割り振られているので、個別に違う処理をするというような、処理の切り替えというのができるようになります。で、あと、まあ、何スレッド立ち上げることができるんだっていうことを事前に知りたいという場合には、この一番上に書いてある getMaxThreads って関数を呼び出すと、例えば、プログラムを実行するときに、最大何スレッドで実行してくださいっていう指定をすることもあるし、6項のように20スレッドとか40スレッドまで動かすことができるハードウェアだったら、まあ、何も指定しないとその番号が、使えることになるので、まあ、それを、プログラムの中で、調べてっていうような処理をするという、まあ、そういうことの問い合わせの関数、そういったものが用意されて、で、あとは、時間を測る関数が実は並列処理には非常に重要で、やっぱり並列処理っていうのは、並列処理したことで速くなってるかどうかとか、そういう、情報を知りたいので、時間を測る関数が非常に重要です。で、ある、まあ、ここで、C のコードで、まあ、ここで、onpgetWtime という関数があります。これは、その関数が呼ばれた時の、
時刻が、分かるんですけども、実際に、時計ないな、今の時間が分かるわけではなくて、コンピューターの中に、まあ、ずっと動いてる時計があるんですが、その時計を見て、今何秒なんだっていう、だから実際の時刻とは関係なく、まあ、何かこう時間を刻んでるタイマーがあって、その何秒経過したんだっていうところの情報が分かります。で、時間を測るという場合は、この、OMP get W time という関数で、まあ、時刻が分かるので、まあ、時刻というか、まあ、時刻に近い情報が分かるので、2回読んでください。そうすると、その2回読んだ、その OMP get W time の間の、その処理にかかった時間というのが、分かります。まあ、実際にはその2つの、時刻の、情報を引き算すると、DT、ここでは DTS と DTE、DTE-DTS というのを計算すると、その間の、にかかった時刻、時間というのが、出てきます。で、これ、不動小数点、実はダブルの型になっています。これは、秒で答えが返ってきます。ですから、引き算すると何秒っていうのが、まあ、不動小数点ダブルで格納されていて、で、これシステムによるんですけども、大体OpenMP の大方の処理系では、マイクロ秒、10のマイナス60ですね、ミリ秒の次の、マイクロ秒っていう単位で、多分測られていると思うので、まあ、それぐらいの精度で、時間を測ることが多分できると思います、うん、有効性、時間の有効精度は1秒とかというそういう荒い時間ではなくてもっと細かな時間で、結果が返ってきます。ですから、時間を測って並列処理の効果を見るというのはこの関数を呼ぶと非常に有効です。